よっと。タク、無茶するからだぞ。やめてよ、一人で歩ける。いいからベッドに行きますよ、レイジさん運んでください。お抱っこなんてしてもらったの初めて。円満解決、エンマちゃん。寝ちゃいましたね。はあ、やっぱり体あんまり良くないんだろうな。夢半年ですもんね。出会い、このバイトは半年間で1000万。レイジさんと2人で2000万。はい、応募。当然のように人を頭数に入れるな。私はマリカ、あなたたちがバイト希望の人。そうですけど、まさか雇い主って。私よ。子供じゃねえか。だから何、お金ならあるけど。お金が欲しいんでしょ。それなら半年間この家に住み込んで、私の言うこと全部聞いて。それが仕事内容、簡単で安心した。しこいくせに態度はでっかいですね。雇い主なんだから当然でしょ。お嬢様キャラだからって高飛車にしとけばいいってもんじゃないですよ。落ち着け、エマ。でもこれはちょっとヤバいかもしれないぞ。そうですね。ああ、さすがに俺たちだけでこの広さは。ちびっこ一人黙らせればこの広い豪邸を好き放題。ちっけーよ。たく、入るぞ。ちょっと、な、あ、おい、大丈夫か。家の人を呼びましょう。いない、そんなの。は？こんな小さな子を置いて。この家には私一人で住んでるから。一人で？もしかしてだからバイトが必要だったのか。ご両親は？それにこれだけの豪邸なら使用人とかもいたんじゃ。両親はとっくに死んだし、使用人もみんな出てった。別にいいけど、どうせ私もあと半年で死ぬんだし。え、生まれつき心臓の病気で余命半年なの。あ、言っておくけど同情とかしないでよね。別に生きてて楽しいと思ったこともないし、未練なんてないから。だからバイトの期間が半年だったんですね。なあエマ、このバイトやっぱりやりたいですよね。言うと思いました。え、いいの？できないこともあるかもしれないけど、俺たちでよければ半年間よろしく頼むな。そうして私とレイジさんはマリカの家で半年間過ごすことになったのですが、お世話買ってきましたよ。マリカ、有名デザイナーが作った限定一点物のアンティークドレス。やっぱりいらない、なんかネットで見たのとイメージ違う。はぁ、おいマリカ、また大量に荷物が届いたんだが。あ、それエリカちゃん人形用のドールハウスだから組み立てておいて。これ全部？綺麗にやってね。予想以上のわがままっぷりですね。まあいいだろうエマ、好きにさせてやれよ。ほら、できたぞマリカ。その辺に置いといて。欲しかったんだろ、遊べばいいじゃないか。別に、どうせならパパとママが残したお金使い切って死のうと思っただけ。ドールハウスなんてもういっぱいあるし。使い切るんだったらバイト代あげてください。ちゃっかり交渉するな。失礼、診察の時間だよ。ああ、先生、今日もよろしくお願いします。マリカ、診察が終わったらお昼寝ですからね。じゃあ俺たちはあっちの部屋にいるからな。先生、マリカの具合はどうですか？悪くないよ。私はかかりつけ医師としてあの子が生まれた時から知ってるが、最近のあの子は少しだけ楽しそうだしな。楽しそう？毎日めちゃくちゃつまんなそうに窓の外見てますよ。生まれてからほとんど病院で過ごしてるからね。友達もできなければご両親もろくに一緒にいられないまま他界してしまった。まだ6歳だ。本当は外で同じ年頃の子たちのように思いっきり遊びたいんだろう。そうだったのか。少しくらいなら外に出てもいいのでは。いや、かわいそうだが過度な興奮や運動は危険だ。外に出たいと言われてもそのわがままだけは聞いちゃいかんよ。やりたいこと。さあ最終コーナー。おっと、ここで城のジェニスが失速だ。何それ？競馬ですよ。ああ、このザバガール。そんなに面白いの？これが面白そうに見えますか？ああ、またレイジさんに怒られる。マリカ、今見たことは秘密ですよ。いいけど、その代わりに私をそこに連れてって。え？本物の馬って見たことないもん。それに、なんか楽しそうだし、私も競馬やってみたい。マリカ、これは大人の遊びですよ。子供は競馬場には入れても馬券を買えないんです。じゃあエマが買ってよ。お金なら出すわ。え？でも外出はダメって言うんでしょ。分かった、もういい。いや、待ってください。いいですよ。行きましょう、競馬。いいの？レースをする日は決まってますから、その日にレイジさんに何か適当に用事を頼んで追い払うんです。各馬ゲートに入り、
一斉にスタート。いけー、キャーガザ勝つぞー。レガッキー馬上、なんでこんなにうるさいの。これくらい普通ですよ。ほらマリカ、予想の仕方を教えてあげますから。いよいよ最終レースです。始まるわね。マリカの予想した馬券買ってきましたよ。それにしても大穴の冥界魔王に100本も張り込むなんて、マリカ恐ろしい子。こんなドキドキする買い物初めて。さあ各馬一斉にスタート。いっけー冥界魔王、いっけー冥界魔王。あー、なんと冥界魔王が怒涛の追い上げだ。やったやったぞ冥界魔王、差し切って1着でゴール。嘘、やったー。まさか天才ギャンブラーですか。こらー、こんなギャンブル狂いが子供に何やらせとんじゃ。これには深いわけが。待ってレイジ、エマは悪くない、私が無理やり。マリカ、まったく無茶をして。1週間はベッドで安静にするように。すみません。今後は気をつけなさい。エマ、いくらなんでも今回のことは。でも私楽しかった。マリカ、毎日毎日部屋でこうやって寝てるだけで生きてるって言える？私はまだ死んでない。楽しくてドキドキして生きてるって実感できることもっともっとやりたいの。でもな、マリカ、それは。いいじゃないですか、レイジさん。エマ、マリカの人生です。マリカの好きにさせてあげるべきですよ。エマ、それが死期を早める行為だって自覚していて、それでもやりたいなら私たちに止める権利はないと思います。本当にわかってるのか。こんなことしてたら半年と言わず明日には死んじまうかもしれないんだぞ。それでもいい、どうせ死ぬんだもん。短くても一日一日大事にしたい。マリカ、わかったよ。レイジ、よかったですね、マリカ。でも無理はダメだぞ。うん、今日はもう寝る。今日の勝ち分は明日ちゃんと換金してきてあげますからね。拗ねるなよ。いいような。エマ、買ったお金で何か好きなもの買っていいわよ。その、今日のお礼っていうか。ありがたいですけど、それはいいです。え？換金したお金は取っておきましょう。両親じゃなくてあなた自身が稼いだ記念すべきお金なんですから。稼いだって言うの、この場合。大勝ちは大勝ちですからね。マリカが元気になったらお祝いパーティーしましょう。レイジさんのお金で。なんでだよ。あ、マリカ、初めてですね、そんな風に笑ったの。な、何よ、別にいいでしょ。よし、いっぱい寝て早く元気になれよ。何が食べたいか考えておいてくださいね。うん。それから私たちはマリカと時々外出するようになり、マリカは以前よりよく笑うようになりました。でもそれは文字通りマリカの命と引き換えの時間でした。シキ、マリカ、しっかりしろ。ありがとう。でもわかるの、もうダメってこと。あれ、私泣いてる。変なの、前は別に死んでもいいって思ってたのに。もっといろんなことしたかった。エマとレイジといっぱい死にたくないよ。久々にこの部屋に戻ってきたな。それでも予定の半分でしたけどね。ああ、まさか3ヶ月も早く。今さら言っても仕方ないか。今頃マリカもあの冥府法廷にいるかもな。俺みたいに冤罪ふっかけられなきゃいいけどな。大丈夫ですよ。そのためにマリカが稼いだお金ちゃんと取っておいたんですから。お、どういう意味だ。あの子が天国に行くのか地獄に行くのか私は担当じゃないのでわからないですけど、仮に地獄行きになっても今の冥府には職有金制度がありますから、多少の罪ならあのお金で天国に行かせてもらえるはずです。エマ、お前もしかして最初の外出はそのために。一応職有金は本人が稼いだお金じゃないといけないので、まさか本当に当てるとは思ってませんでしたけどね。なるほどな。けどそれなら安心した。はい、マリカはきっとちゃんと天国に。うん、ああ、ええー
やっと見つけた。二人ともこんな部屋に住んでたのね。私の家のトイレくらいの大きさ。しかもボロ。バイト代もっとあげればよかった。なんでマリカがここに？メーフにいたはずじゃん。言ったけど帰ってきたの。自分で言うのもなんだけど、幽霊って本当にいるのね。どういうことですか？メーフ法廷っていうとこで聞いたわよ、エマとレイジのこと。だからレイジが借金を返して天国に行くときも私も一緒に行くことにしたの。はぁ、そんなの冥府で許されるはず。お金つかませたらあっさり見逃してくれたけど。確かにそれなら許されそうです。冥府腐ってんな。でもレイジさんの借金返済なんていつになるかわからないですよ。早く天国に行って生まれ変わった方が。いや、言ったでしょ、私もっといろんなことしたかったの。この体なら苦しくならないし、どこにでも行ける。おかげで最高な気分ってことで、気長に待ってるから、じゃあね。あ、おい待て、マリカ。どこに行くんです？私、ずっと映画館で映画見てみたかったの。また競馬にも行きたいし、外国も行ってみたい。たまに遊びに来るからね。行っちゃいました。今までで一番生き生きしてましたね。幽霊のくせにな。私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。レイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。